これもひどい、娯楽でやってるっていう断じた上で、アダルトビデオが女性への虐待を娯楽にするものでもっぱらあるのと同列なのではないのか。女性への暴力だ。だってさ、ほんまな、これもうんざりすんねんけどさ、AV が女性への虐待を娯楽にするものでやけどさ、言ってええかな、それの何が悪いねん。それの何が悪いねん。何回でもそれの何が悪いねん。別に嫌やったらやらへんやろ、その出てる女性もさ。やりたいと思ってから出てんやろ。そうじゃない人がいいんやったらそれはそれで問題やし、そのケースに対応すればええだけの話やろ。10羽人からからげにしてな。でさ、俺こういうさ、まあいわゆる YouTube 様に気使って言葉選ぶけど、こういう好意的なものをなんか毛嫌いしてるさ、特に女性に多いんだけどさ、で左翼に多いんだけどさ、いるやん。ほんま言いたいのは、何やったっけ、この虐待、性的、アダルトビデオは性的虐待と言ってたもんな、この角田は。じゃあお前はそういう性的虐待の結果生まれたんやな。その存在を呪ってんのか、お前。だから許せへんのか、そういう行為が。って思っちゃうよね、いつもね。もうなんかセックスを否定するやつはちょっとなんかもう意味がわからん。お前もその結果生まれてきたんやろか、としか思わへん、お前。それや、もう俺のあの歌聴けっちゅうねんな、あの、誕生万歳って歌を聴けっちゅうねん、アンバサ。実名、専門家や弁護士などが今空氏を支援している。別にいいんじゃないですか、勝手じゃないの。お前は夢にゃんを支援しているように、今空さんを支援する弁護士とか会計士がいてもいいんじゃねえの。ちょっと戻るけど、でこのアダルトビデオの話なんで何の関係があんねん、ほんま。この今回の話何の関係だね、お前して、ほんまに。アホか、ほんま。関係ないこと言うな、ほんま。もう気持ち悪い関係ないこと言うやつ、お前。種からやり直せ、ほんま。でお前、あれやろか、お前。父ちゃんの金玉にいた時から、ほんで、な。注入された時にもう頑張って一番取ろうと思って一番なったんやろ。で生まれてきたんやろ、お前はよ。何を否定すんねん、その、お前。ああ、お前。